体の変態してくれ。これめっちゃうまいよ。めっちゃうまい。なんか罪な味して罪な味。うちの女と勘違いしてない？気持ち悪い。あ、どういうこと？腹立ってきたな。うますぎて。やばい。え、出してみる。やめて。ダメよ。はい、ということで、セカンドストリートです。どうぞご覧ください。これで、ね、テイク3です。もう適当にやってましたからね。適当じゃ、ちょっと遊んでましたからね。ということで、ここは、本日はホッピー通りに来てます。今日の企画は、そう、ホッピー通り。はしご酒。ホッピー通りって言うの？はしご酒。ロック通りとか言ってる。結構飲んでる方が、多いね。すごいですね。めっちゃ賑わったね。うん、もう本当に一時期より修学旅行生とかもね、海外の方も旅行も増えてきて、うん、いいですね。達也来たことある？達也もめっちゃ来てる。なんか SNS ストーリーで達也がよく浅草で飲んでるの昔見た気が。飲んだことないな。初？浅草飲み多分。まあ、ちょっとこう行ったとことか案内してもらいたい。あ、オッケー。じゃあもう行こう。はい、行きます。ウーロン茶一つとハイボール一つとあの抹茶ハイ。ご飯は別にね、高いとか安いとかしない。妻でもこのお店視聴者分かる人には分かるお店ですね。謎の整形美男子アレユ様にここでだってチャリの飲み方を教えてもらってたから。あ、ここで？あれだね、なんか浅草とかさ、あのフェンベロとかいうよりは普通に着るからもうラーって飲ますよっていう感じだよね。やっぱでも最近私はね、センブラって言ってもね、もうはしご酒になってきてますから。元彼の初デートの店もそうでした。はい、お疲れ様です。久々じゃないわ、あの、飲みね。東京では？久々？東京では。いや、ちょいちょい飲んでるけどね、撮影でも。飲み屋もだってさ、ここで飲んだんですけど。いや、だから飲み歩きが。飲み歩きが？久々？前だけ中洲だったもんね。東京では久々な気が。久々って言ってもまだ1ヶ月経ってないよ。経ってない。これだけで飲めるわ。これね、七味があるんだけど、七味かけて食べても美味しいわ。じゃあこのところが好きですね。うん、マヨネーズも入れたら多いよね。なるほどね。でかい、焼いてこの大きさはすごいね。うまそう。大きいね。何が来た？最高だよ。ほんと牡蠣好きやね、二人。牡蠣はね、うまいよ。食べ放題行きたいもんね。夜間のあの牛が来て。焼きもいいね。ここが爆弾になりますね。ありがとうございます。これめっちゃうまいよ。なかなか変態違うよ。これめっちゃうまいよ。これめっちゃうまい。今日なんか達也お酢感すごいな。なんで？服装が、うん、青じゃん。あと眉毛キリッと前、髪もやっぱギャッとなったから短くなったから。ちょっとどっちが好き？達也の。達也は大きいからは、うん、そっちの方がいいって。うん、なんかオス感マジすごい。今日まだ夜ご飯なんですよ、ヒロヤ君と。あら、入れすぎた。なんかさ、三丁目にね、ゲイの人がやってるご飯屋さんがあるんですよ。あ、ゲイの人があれやってるんだ。そう、そこね、紹介するっていうか1年入らないんだって。あ、え、そうなんだ。そう、だからひろくやくん連れてって行きましたよ。ひろくんはそんなこと言わんよね。そんな言い方しないよね。え、そんな、ひろくんはそんな言って。行きましょう。あら、
ちょっと過剰に、ね、表現してるからさ、あの人さ、無調味でアーンとか言ってるくせにさ、なんで動画では隠そうとするのかね。あー好き好き、おいしい、おいしい、もうおいしい、もうおいしい、おいしい、すごいね、磯辺のあれが多いね、青さで。うん、おいしい、うん、うん、これがうまかった。これうまい、おいしかった、おいしいでしょ、うん、香りが。ちょっと待って、たつさんマジで本当におすすめしたい。ここのもんじゃ焼き屋さんの系列もこれ出してるんだ。あ、へえ。まあ中国好き嫌いあるから、香りがちょっと苦手な人とかだったらあれかもしれないけど、好きな人は多分絶対好きだよね。好きな人は絶対好きだ。あまり生でいただくことあんまないもんね。うん、磯辺分かった、分かった、さっき、揚げ物の中で磯辺揚げが一番好きなの。こうやって絵的にさ、全部緑すごい映えてるよ。なんか二人とも健康的、健康的。何だろう、それだけだと考えられるんだよな。まあ、ジンビクとはダメそうだね。うん、ちょっと一個食べてみますか。味が濃いところ、今日立ち上がるのも赤ちゃんも青だ。本当だ、その音濃いね。なんかでもなんか合わせ方のね、青と緑を合わせてくる。まあちょっとこう細めで見たらすごい、なんか一周回ってなんかすごい、あの、あ、濃いんだ。あ、パクチーとか食べれる人とかは好きだろうね。匂いやっぱちょっと、パクチーと水菜だけでサラダにしたらうまいな。いただきました。ここのさ、シマモック頼むとさ、ほんとに大きい。ほんとにそんなに大きい。いいよ。だってそんなの値段しやがったの。そんなに値段しやがった。1000円。ピートゲーザー、ピートゲーザー。うまい。何してる時に座ってるの。塩辛じゃなかったら。何してる時だ。サウナかも。あんま言ってるイメージないけどね。してるイメージないんだけど、サウナ行ってきますっていうストーリーなかなかかんもんなんだよ。達也がほらちょっと男ゲイ活みたいな、今日もサウナ行ってきましたみたいな、昔書き寄ったよ。そうそう、なんかそういうアピールはもう出せるようなラタイじゃなくなったから。体を出さずともさ、サウナ行こうかね。あげてないなと思って。ねえ、なんかあげてよったイメージだ。ちょっと痩せたらマジでちょっと戻しますよ、達也のツイッターすべて。バタイ。でもその頃からもう 5,6 年経ったわけで、達也もちょっとは恥ずかしさというか、ちょっとないないないありそう。うわぁ、おいしい。ホクホク。なんか罪な味してる。罪な味。ゆうきさんの何やってるけど最近は幸せですか。あと何つったっけ。サウナか。でしょう。ゲームやっぱり。PS5 にしたしね。あ、そうなのよ。もう思い切って買おうと思ったんや。やっとあるところ見つけたけ買いに行ったってこと。いや、なんかずっともう。ゲームケバ何やるから。ネットで見てわかんないんだけど、もう必死よ。でもいい、あ、ね、ゲームっていいことで、最近バッチリだけど引きこもるから。ああ。多分使わなくなるじゃん。確かに APEX には金かけてないもんね、スキンとかで。まあ月、あのシーズン変わって1000円だけかけるぐらい。あ、パス買ってんだ、毎回パスだけ買って今、ホグワーツ買って、ホグワーツで。いや、もう超いい。買ったんだ、あれ。あ、でも、もしかもやってんの。でも、おもろかった、おもろいよ。うちら、4月以降しかできないから。プレステ4は、ね、5と、はい、PC だけ早い。スイッチね、スイッチもあるんだよね。そう、スイッチと、多分プレステ4が4月以降とか。まずは俺、キングダムハーツがやりたいから。キングまた出るんだ。そうだよ。ねえ、今回は、そうさ、知ってる人多いと思うけど、去年とかにも情報出てるやつだからさ、あれだけど、東京が舞台なわけよ。へぇ、日本が。なんかいいな。キングハおもろいよね。だって、だってプレイステーション買った理由からだって、キングダムハーツ。それ何歳の時？23。え、23にしてプレイステーションデビューなの。あ、そう。
最初一番最初プレイステーションキングダムハーツはでもプレ2とかだから、ね、プレ2からだ、私小6だったから。あ、確かにね、キングダムはね、お母さんが買ってくれてプレイステーション。どこでも一緒とかやらんかった、トロのやつ。あ、なんか今度なんかあったよ、なんか。え、プレステは何のゲームしよった、プレイステーション系は。キングダムハーツ、モンハン。あー、FF やってないんだ。 FF 懐かしい、やってた。サルゲッチョ私大好きだったんだよね。あ、サルゲッチョもやってた。あと僕のやつ、キッキッキッとかやるんや。あとなんかキツネのあれもそう、あれは64見てた。あ、ソニック。え、キツネだって何。あ、フォックス。なんか違う、なんかいるかな、キツネとか狼みたいな。そうそう。あ、クラッシュバンディクか。あ、あれはそうか。あ、クラッシュバンディクめっちゃやった、懐かしい。クレイマン、クレイマンとかもやったな。あとなんだろう、でもさ、昔ってさ、結構なんていうの、みんなでやるゲームが多かったじゃない。だからゲームキューブとか任天堂の方がみんな。確かにプレステってやっぱ一人やもんね。今日ゲームキューブのさ、カービィライドがめっちゃ楽しかった。あ、エアライドもおもろかった。エアライド友達ん家でやっとった。旧世代のカセットってめっちゃおもろかった。マジおもろい。マリオもいっちゃおもろかった気がする。キューブ、マリオオデッセイもさ、キューブで最初にあった。サンシャインか、サンシャインかな。キューブってさ、めっちゃおもろかったよね。水をポンプみたいなやつとかね。そうそうそう、ツーバミのさ、あれディズニーのやつが楽しかったんだよ。確かにミッキーのゲームだった。今スイッチであるよね、スイッチかなんかディズニーの実際そのランドにこう行けるパークのあのキャラクターとみたいな、なんかちょっと前に出たやつで。メルヘンゲームしないからな。ミッキーたちと一緒にこう魔法とかあれ使ったりする。そうだね、ドロスレンしかできない。スーファミのそれは何やった、ミニゲームがある系のやつ。なんか幼稚園とかだったらちょっとね。そうだよね、時代が。ゲームってなんかみんなで貸し借りしてたよね、ポケット。なんか友達ん家でこのソフトあれやったらうちこうやって買うわみたいな感じやったら持ってったりしな、遊ぶときにその友達ん家ソフト持ってって。でなんかなくなったとか取られたっていう話になる。あ、そうそう、借りパクになるよな。ポケモンが優秀だよね、その分でね。うん、そっちにしか出ないポケモンがあるためにそれですよね、買い合う。あ、だからそうだね、レッドとブルーだったらレッドしかない、ブルーしかないみたいな、簡単に言えばね。懐かしい。すいません、ハイボールを2つで肉製焼き牡蠣2個目、yeah. やっぱうまかった。おいしいね、ここも。おいしい。明治4年創業の築地のとこ直営って書いてある。なんかね、焼き牡蠣なんかね、だしみたいなのかけてたから。あー、冷たいね、プリプリ、うん、うまそう、うん。あと10個だよ。うわぁ、あれだ、やっぱ結構みんなああいうおしゃれな浴衣着てブルソックするんやね、やっぱ浅草歩くのにね。本当しくてできない。例えばデートでさ、彼がさ、これ着ようよって言ったら着れるよ、一緒に着て。え、マジ？いいよ。ゆきさん恥ずかしがりそうやな、なんか。また風かけられそうだしな。あったな、そういう事件。わかんないね、何回も急にじゃない。今日バレンタインだよ、そういえば。どうバレンタインの予定？お前チョコなんかくれないの？と卵好きじゃないよ。なんか別にな、チョコって決まってないもんな、バレンタインは。なんか昔くれたよな、一回。なんかくれた記憶ある。別の女と勘違いしてない？気持ち悪い。でもこの前ちゃんとね、チャイナさんお土産をね。あ、それね、見せれないけどくれたんですよ。この芸能のこの車折神社、なんとか折車折神社っていうのは本当に多分日本一番の多分芸能神社だと思うんですけど、今年中に10万人突破したいベースをお願いした時に行ったね。それあれ、もう何万人の時に忘れた。でも待ち受けも変えました、その神社の。こちらもこれだった、うん、10万7000人とかやったらな。でもなんかその達也、浜崎達也としてちゃんとお仕事になれますようにとお願いして、石川買ったよ。それもっと返さなきゃいけないの。あ、そうなんだ。あの、叶ったら
お礼参りってやつだ。どこにつけるの？こういう鍵やったらいけるけど、キーケースのやつじゃん。キーケースにつけばいいや、空いた枠に。あ、なるほどね、うん、一応持ち歩いてくれとったんや、ゆきさん。こういうところがあるんですね、皆さん、指原さんって。めったにないんですけど。No、そうよ。ありがとうございます。お前いい加減にせえよ。ゆきさんと今顔見合わせたわ。え、だってもう一回手やって、どれぐらい？もうやめとけやめとけ、逆に店に失礼や。確かにな。てつや、魚さ、骨取るの苦手って言うけど、ホッキはあれなんだ、得意な、なんかあれなんだね。ほらほら、剥いてもらうって言ってたから。超美味しそうじゃん。万円に多いね。お肉をもらうたいな。いや、その、わかんない。いい子は真似しないでね。人の前ではこんなことしませんよ。骨が本当に苦手だよな、達也はね。びっくりやね。やっぱこう、お魚と大根おろしっていいよね。この間ね、中洲のコメントで結城さんって呼ぶことについて言ってたんかな、名前が抜けみたいな、ちょうど書かれとって、もう結城さんではなく結城先輩って呼んだ方がよろしいんじゃないでしょうか。え、もはやもう先輩で、後輩先輩ではないからな。そう言うて結城先輩。いやいや、先輩は何だったら稼がせてもらってればね、差し上げてね。まあでも、はい、さんが抜けるのは確かになと思う。でもそれがあるから、たまに、まあネタなんだろうから、どうなの知らないけど、そう急に、おい、ゆうきとか言ってくる。そういうネタができるっていうのは、いろいろあるよね。うん。骨が。僕、達也くんに嫌われてると思ってましたっていうことだよ。でもさ、そんな関わりもないから。そう。エッチな関係なんだ。あ？どういうこと？エッチな関係なんだよ。どういうこと？やられてると思ってましたって言われた後にエッチな関係になる。それに燃えるってこと？なんすか、気持ち悪い。そういう話？いや、そういう話っていうか、違う系のカットから来ると思ったよな。うんうん。あ？なんかそうやって嫌うことを言うの、なんでなんだろうとか、そういう相談系で来ると思ったら、なんやそれ、お前の癖話し始める。自慢ぶちまけただけだ。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでございました。ということで今回の会計はちょっといきましたね。9300円ぐらいでございましたね。初飯だったんで僕が結構がっつきました。はい、次行きましょう。2軒目、もんじゃ焼き屋さんに来ました。鉄板焼き屋さんかな。あー、うまっ。いただきます。うまっ、おいしい。なんかもんじゃのソースが入ってるらしい。もうソースっぽい味がするもんね。うまっ。酒が進むわ。確かにこのお酒に合う味してるね。うん、でもハイボールとかにいいね、このちょっとソースの甘みが。うん、ハイボールに合う。あ、ハイボールに合わないお酒ってあんまないけど。あ、なんて言ったら、ハイボールに合わないお酒ってあんまないけどねって言ったら。あ、そう、つまみって。つまみね。うわいいね。縮むんじゃなくて休むことによってグリンってする。そう、ちょっと膨らむっていうかね。ね。ネギがうまそう。ドゥルンドゥルン。でも絞っちゃって。絞ります。いただきます。やっぱいいの取ったね。熱い。あ、あ、うわ、塩加減最高だった。なんだったら、うん、うまっ。これそうよ、流し込まないの。おいしい。
美味しいわ。ネギと一緒に。ネギもトロトロで。うわいや最高かよ。ネギでめっちゃ似てる。わかるわかる。腹立ってきたな。うますぎて。もう酔っ払ってんやもんな。酔っ払ってこの牡蠣であえとって打ち上がっちゃうんじゃないの。詳しくお願いします。この牡蠣の出汁を使ってキノコバターを焼きたい。あ、このまま。そう、これあなた次焼きだよ。ほら、ほんと鉄板焼きや。見せてやんなよ。いいよね、キノコもうまいよね。大好きなんだ。美味しいよね。子供でキノコ痩せますからね。腸内環境ね。よろしくお願いします。よろしくね。お客様から焼いてくれる間にまた熱々にこちらの茎をいただいておきたいと思います。やっぱでっか。はい、こんな感じで焼いていきます。塩うま。結構塩強くてもありかもね。しかもこれさ、酒ないとかね。うん、体には良くないけどね。でもこれピンク岩塩だから。確かに確かに。胡椒を思ってる倍かけと。オッケー。ちょっとかけすぎじゃない。いいから。ここでちょっと、ね、強めの方がうまい。胡椒はもう倍かけてな。はい、こんなもんですか。すいません、ハイボール2つ。ハイボールが2つで、ウーロン茶。カルピスとかありますか。ありますよ、カルピス2つで。以上でよろしくです。はい、行きます。断面がすごい、うん、肉厚を元が立ってるね。もう一回出してみる。やめて。ちょっと酒でバーってやりたい。わかる。さっき思った、ビストロやウイスキーでやるのがちょっとずぶやりてますね。日本酒とかね。達也の鉄板姿を久々にこう見た。達也がこう焼いてるの嬉しい。さっきさ、ゆうきが牡蠣焼いてくれたんだけど、うん、あなた、もっと鉄板焼きあんだから。ほら、あんた焼きなさい。牡蠣やってくれたんやけど、言うけど、ゆうきバター溶かして上に乗っけた後で、ほら、あんた焼いてくれた。俺もここに置いただけや。いいね。なんかやっぱ人って体が慣れてるんやね。ええ。達也が働いてたお店、達也が辞めたら潰れましたからね。酒入れたいね。匂いがね。あと醤油でめんつゆがいいね。そうだね。めんつゆもいいけど、あれも結構好きなの。すき焼きのタレ。ああ、うまいね。ちょっと甘み出て。そうそう。あ、こうからやるの。ほら、美味しいやろ。システムが優秀やけど、全然苦くない。あ、来た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 。うわー、すごい。もう飲んべえの味付けになっとる、やってくれよるから。達也だからさ、ちょっと濃いかも。濃いよこれ、うまいよ。はい、いただきまーす。とりあえず、あのほら、さっきのね、あちょっとね、ちょっとここのね、醤油バターをちょっと。あ、いいよ、いいよ。はい、いただきまーす。ちょっとこの大きいエリンギからいっていい。うん、うまっそー。こんなもんキノコ界のあれやからね、アワビやからね。うわ、うまい。うまい。うわぁ、うまいよ、うん、うまいわ。やっぱキノコ大好き人間だからさ、アメトークとかに呼んでほしい。まるまる大好きお姉ってやろう。浜崎あゆみ大好き芸人もおるしね。あー、いいよ。お姉ね。あと、キノコ大好きお姉。うまい。カラオケ大好きをね、アニメとかだと言っていいじゃん。アウトドア大好きとかもあるしね、結構アウトドア。あ、しめじって結構こんな味あれなんだね。しっかりと味があるね。おいでよ。うまおたつやね、えのきね、こんなこれぐらいさ、おやきがついてるぐらいが好きなのよ。表面がね、うん、表面パリッとしてると中でもコリコリしてる感じね。ジューシーなのかな。
なんかこれ梅たこもんじゃ、梅たこ豚のりもしそもんじゃ食べてから、もう明太もちもんじゃみたいなのが、あー定番の、チーズとかは一切食べなくなってね。だからもんじゃはもう基本ここでしか食べなくって、ここの系列で達也のもんじゃ人生を変えたもんじゃないやん。そうよ、だからもう知り合いのところのもんじゃ焼き屋さんに同じメニュー入れてもらったもんね。あ、パクリになっちゃう。ガチで味は真似できませんか。まあね、だからほら達也的にはやっぱりシソを入れてほしい。おー、まだった。あ、こっからね、こっから考えたいね。美味しい、もう美味しい、もう美味しい、こっから最高ですよ、これが分かってる、あんたのせやってるのがね、風味飛びづらいから、入れたてのソース、風味飛びやすいから、あ、そうなんや。これは、ユミコに送るやつ。こちらの人生を変えたもんじゃです。あ、あれよ、久々のうん、おいしい。もうちょい焼いてからはいいな。いや、こっからまず食べたら欲しい。好みは置いておいて。マジか。こっちになって、すごい、あ、おいしい、たっぱもんじゃはトロトロでもいっぱい、やばい、うん、いや、ありがとうございます。うん、うまいね、おいしい、え、違う、ゆきもうちょっと置きたいタイプなのに、達也のガッツキがすごすぎて食べとかな残されへんなと思って、見てや、もう一人でバカみたいに食いよ。達也ほらこっちはトータルが好きだからさ、硬、うん、くなるに食べたいと。ゆきある程度もここにこうやってやったらくっつくぐらいがいいよ。たまにこう酸っぱいっていうところがあるんだけど、これがまたいいんだ。止まんないもん。もんじゃって止まらんやもんな。お菓子気分やもんな。あー、最高だ。うまそう。作り方がすごい上手。自分たちでやればもう大量のダム崩壊になるもん。そんなん言われたらこの後緊張するじゃん。あんまない見た目のもんですね。ね、見たことないですか。ちょっとリゾット風だからね。あ、なるほど。チーズトッピングは間違いないです。はい、すいません。あ、食べてたね。やばい、本当に最近びっくりしたよ、どうしようんだろうと思って。寝れてないの、まだ。いただきます。ジム行ってちょっと体を動かすようになって寝れるようになったりしない？どうやって、あ、どう、まだ食べてないですから。いつも美味しい、美味しい。いつも達也の感じです。でも出てるよ。あ、普通びっくりした。いや、うまい。他の香りと、店の香りとね。ね。どうしたらね、そういう草。飲まれない。飲まれないだって言い方、飲まないのなんで飲まれないの。いい感じに煽ってる感じでいい。煽るんだったらお飲みになられないんですかって言うけど、煽るとしたらニンニクがすごい。バレンタインデーの日の話はニンニク買って飲んでるから、もう予定ナッシング女たちよ。
一回糸切ってから乗ってるのがこうなるでしょ、会食ではどうやって生きてるのあなた。そうだからその時もまだあなたいなかったのにさ、ちょっとさほら前の仕事なんかでちょっと遅れててホテルのもう何時間っていうところに一回いたじゃないみんなで、その時いいんだよこれ別に笑ったことじゃなくて可愛いなと思ったのが、ごめんなさいちょっと写真撮っていいですか、こんなの食べたことないから親に送りたくていいって言って撮り始めた時がなんかうぶで可愛らしいなと思って。一泊設定する場じゃないってさ、そんななんかあんま気にされんかも、なんかもう居酒屋めーみたいな気にしなきゃいけないよ、うん、そう、でもまあそれが酒屋のいいとこでもあったりするじゃん、堅苦しくないなんか食べて食べてってさ言われる、言ってくれるのはすごく嬉しいけどさ、なんか見てさあ店選んだ方がいいかなと思う、言ったくなくなチーズと海苔の組み合わせってすごい好きなんだよね、磯辺揚げにチーズかけてもうまいもんな、あの海苔巻いてる、あの磯辺揚げじゃないわ、あの海苔巻いてる巻き、海苔食べるためにでもあの海苔の佃煮が思い出す、あんまうまい海苔の佃煮食べたら、あれは本当だね、佃煮あれはちょうど忘れられない一つだね、うん、ああいう多分生涯で一番うまいあの海苔の佃煮がね、ひどいなえ、海苔量全然あの佃煮食べないんだったら全然いいけどね、あのお家にお邪魔したね、だからなんかあれちゃんと買っとけなかったよな、まあね、でもあの味付け派の家の味付けやもんね、佃煮もな、でも多分どんこうネットで調べたような佃煮の味でもあの海苔使ったらうまなるよ、あ、物が違うからね、うん、出る出汁もね、多分違う、90% 持ってかれそうなんか出たし、今出た寝たけどな、昨日最近さ、季節の変わり目なのか、仕事終わると速攻家に帰って速攻出たわけ。季節の変わり目やと、かつやそうなるってこと？たぶんね、夜の12時ぐらいに目覚めて、うん、それでももうさ、5、6時間寝てるわけよそれでも昨日何時仕事終わったっけ、昨日仕事したっけ、4時ぐらいだっけ、昨日仕事したっけでしょ、まあ、1時間なんかお風呂入ってしてなんかご飯食べるなんかしたら、ユミコから電話来てそれでも4時ぐらいまで電話して、それでも4時間も寝ましたよ、でもユミコも1回寝たから2時間ぐらいで5時6時ぐらいに寝たでしょ、また12時間前とまた同じことしてるで、また今日の12時ぐらいに乗ってでもまた眠たいわ寝たいわと思ってあの横にさらに横とかじゃなくてこう寝とるこの間ヘッドホンここにあったもんこうやって寝て多分ずれたらここになってるでパッて気づいたら、しかもコントローラー持ちながらもうゲームの途中に寝ちゃって、あ寝てたわって思ったら30分ぐらいしか経ってないよ、でももうそっから寝れなくなる、ベッドで寝直そうで寝れんとかじゃない、行っても寝れない、でも顔にさ寝不足感が出らんのすごいよ、とんでもなく深いクマとかもできる、だから本当にそれに慣れてショートスリーパーになったら楽しいよ、やれること増えるからやだでも当日なんかあんまそんなガクガクしてなくない、いやなんか有形は別にやれること増えてるけどやらないだけであって多分やるだけ行動するんだったらすごい、あの全然したけど刺さらん、いや時間を有形に伝えると思うよ、有形は動かないだけで、有形もだいたいゲームとかに使っちゃうだけだから、ちょっと散歩、それでさジム行ってるのできるってこと、なあでも行ってるじゃん、いやだからその理由が多分寝てないけどそんなに大それて動いてないから疲れが見えないだけだ、
もうお腹が出まくりです。ゆきさんはこんな感じで壊れてきたところで。ほれ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 。あ、ごめんごめんごめん、落ちちゃった。ね。ね。ね。ずっと撮ってるから、あなたに、うん、わざとじゃないから、そんなに攻める方が最低だよ、わざとじゃないの、心狭っ。今のでもう悪くなったよ。というわけでですね、浅草、八幡酒、2軒で缶ということなんですけど、浅草はですね、あの皆さん、昼からですね、飲みたい場合はいらっしゃってください。ちょっとセミロみたいな感じで、なんか安くでっていうわけじゃないんですけど、でもめちゃめちゃ美味しいものが食べれます。まあね。大体お店が昼前の10時から夜10時、11時までやってるので、あの昼からバンバン飲んで、その後は、ね、あの2丁目へっていうことでね。確かに。でも本当、系列の、あの、達也のあの、激おすすめ、あれは本当、食べてみてほしい。うまかった。梅田こう豚のりもしそもんじゃ、うん、で大葉多めね、うん、はい、はい、ということで次はあなたの町に行きます。さようなら、バイ。男は度胸、女は愛嬌、おかまは最強、乾杯、疲労困憊、将来心配、ブスあんたブスね、背負い投げ、のっけも女子もお邪魔しますの精神で歓迎。